今日は越前海岸に来ています。皆さんは越野地区にあるキャンプ場ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場をご存知ですか？2015年6月から改修工事が行われ、今年4月1日にリニューアルオープンを迎えました。どんな風に変わったのか、これから見に行ってみたいと思います。今回ご紹介するところは越前水仙の里公園近くの山道を登った先にあります。このキャンプ場のリニューアルについて、おもてなし観光推進課の高間さんにお話を伺いました。4月1日にこちらのガラガラ山キャンプ場はリニューアルオープンを迎えたわけなんですけれど、どういったきっかけで改修工事は行われたんですか？はい、来年の福井国体の開催や北陸新幹線、福井開業を観光の大きなチャンスと捉え、越前海岸の魅力向上に努めています。また、キャンプ場をご利用のお客様のニーズの変化や、施設の、老朽化という問題もありまして、年々利用者数が少なくなっていたという問題点もありました。ですので、今回は、お客様のニーズに合わせた整備や、施設の長寿命化を図るということで、リニューアル工事に踏み切りました。ところでガラガラ山のガラガラ山っていうのはどういう由来があるんですか？はい、こちらのキャンプ場の近くにですね、古くから使われていました採石場がありました。でその、跡地にですね、大きな石がこうガラガラと、残されている様子からガラガラ山と呼ばれていると私は聞いております。そうだったんですね、はい、もう特徴的で覚えやすい名前なんですね。そうですよね。それでは実際にキャンプ場を見ていきたいと思います。ここからはガラガラ山キャンプ場を管理運営している福井泉リゾート株式会社の清水さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。4月1日にリニューアルオープンしたということですが、このガラガラ山キャンプ場の魅力はどんなところにありますか？はい、なんといってもこの景色ですね。景色、はい、見ていただくと分かるように、やはり夕日がとても綺麗にここは見えますので、そういうところを楽しんでいただきたいと思います。また他に星空も綺麗と聞いておりますので、そういう海の後は星空を眺めながらご家族またカップル等で楽しんでいただけたらなと思います。豊かな自然を満喫できるんですね。そうですね、自然いっぱいです。他にはどんなところが魅力ですか？はい、コテージもございます。このコテージの方に天然温泉引いてますので、温泉が、はい、温泉を楽しみながらコテージで皆さんで楽しんでいただくという楽しみ方もできるかと思います。キャンプ場に温泉ってなかなかないです。本当ですね、とても贅沢だと思います。一棟一棟に温泉引いておりますので、プライベートな温泉ということで楽しんでいただけると思います。贅沢ですね。はい、とても贅沢です。他にはどんなところがあるんですか？はい、あとはですね、オートキャンプに来ていただく、車で乗り入れるオートキャンプですね、こちらの方にも全て六角に電源が入っておりますので。嬉しいですね、はい、これもないこれもないって困ってしまうことがあるかと思うんですけれど、電源が引いてあるとなると結構助かります。そうですね、皆さんに喜んでいただいてますね。さらにドッグランもあるっていうふうにお聞きしているんですけれど。はい、ドッグランもございます。小型犬用と大型犬用と、その他にですね、オートサイトの方は当然ペットと一緒に泊まっていただけます。はい、いいですね。やっぱりもう今はペットも家族みたいになっていますね。そうですね。またもう一つ面白いのがコテージの方、こちら限定の2頭だけなんですが、ペットと一緒に泊まっていただけるようになっております。嬉しいですね。そして4月にオープンしたということなんですけれど、はい、やっぱりこれから夏に向けてお客さんがたくさん来られるんでしょうか？そうですね、まず一番最初にゴールデンウィーク、その後にはやはり夏休み、お盆というふうに続きますね。となるとやっぱり家族連れがメインのターゲットになるんですか？はい、ご予約いただいているお客様の中にはどうしても家族単位というのが多くございます。あとその他に子ども会だとか、そういう団体の方でのご利用も多いかと思いますね。子ども会いいですね、はい、子どもさんが遊べる施設も確かあるんですよね。はい、遊具を取り揃えた公園もありますので、散策しながら子どもさんも大人の方も楽しんでいただけると思います。いいですね。すごい楽しそうなキャンプ場なんですが、ちょっと見てみたいので、はい、案内をお願いできませんか？わかりました、どうぞお願いします。はい、よろしくお願いいたします。
こちらがオートキャンプサイトになります。そうですね、はい、と16番ってあるってことは16箇所ですか、はい、そうです、16区画用意しております。でそしてこの茶色いのが電源ですか、はい、こちらが 100V の電源になってますね。これで普通にコンセントがつなげると。そうです、いいですね。そしてこの広い区画はもう全部使っていいんですか。はい、大丈夫です。皆様方にこの区画すべてをお貸しするということになりますので。テントを立ててバーベキューもこちらでしてる。はい、大丈夫です。直火はダメなんですけども、そういう専用の器具をお使いいただけましたら当然ここでしていただくことは可能です。でそしてこちらのスペースは車ですか。そうですね、受付をしていただいた後に車でここまで来ていただいて、はい、ここで乗り付けてここでお好きなようにということになります。いいですね。もう車でここまでつけたら荷物を下ろしてテントを立ててバーベキューセット用意してって、もう常に楽しめるんですね。またお茶を飲みながらというのも楽しいかと思います。いいですね。結構景色が見えますね。はい、ご覧の通り海も綺麗に見えますから、皆さんここでのんびりと時間を過ごされてます。いい時間を過ごせそうですね。そうですね。こちらが炊事室ですか。はい、そうです。広いですね。そうですね、来ていただいたお客様にのんびり使っていただけるようにと広くなっております。綺麗ですね。食器専用、はい、焚き火台とか焚き火台コンロ専用って書かれてるんですけど、はい、用途が違うんですか。そうですね、食器専用と書いたところは、お客様が持ってこられましたそういう食材だとかそういうキッチン用品等を洗っていただくのに使っていただければ結構かと思います。またこちらにありますよ、コンロ台だとかそういうものを器具ですね、はい、そういうのもきれいにしていただきたいですから、こちらの専用のところで洗っていただければ結構です。管理棟にはこちらの炊事室のほか、シャワー室やランドリー室もあるので快適にキャンプができます。こちらの遊具新しそうですけれど、これも新しく作られたんですか。はい、この度新しく作っていただきました。すごくカラフルですよね。そうですね、子どもさんに楽しんでいただいてますね。こちらがドッグランなんですね。はい、そうです。こちら小さい方と大きい方とで分かれてるんですけれど、何か違いがあるんですか。はい、こちらが小型犬用、そしてこちらが大型犬用となっております。だから柵の高さも違うんですね。そうですね。そして広いし坂もあって思い切り走れそうな作りになってるんですね。はい、大きいワンちゃんもすごく楽しんでいらっしゃいます。そしてやっぱり料金設定というのも気になると思うんですけれど、はいはい、1棟につき500円いただいております。はい、お時間は決まってるんですか。はい、無制限なんですが、一応営業時間が朝の9時から夕方17時までとなっておりますので、はい、その間であれば楽しんでいただいて結構です。じゃあワンちゃんが走りたいっていうのであれば、30分だろうが1時間だろうが好きに走っていいんですね。そうです、好きに使っていただいて結構です。そして周りに植えてあるのは多分桜の木ですよね。そうですね、桜の木ですね。じゃこれから咲いて桜の花とワンちゃんが一緒に、ね、写ってるところを写真に残すってこともできそうですね。そうですね、楽しんでいただきたいですね。取材の日にもドッグランにお客さんが訪れ一緒に遊ぶ姿が見られました。とても眺めがいいですね。はい、綺麗なところです。あ、すごい開けてますね。とこちらがコテージですか。はい、こちらコテージになりますね。結構大きいですね。はい、こちらは4人用タイプなんですけども、はい、あと8人用タイプもあります。全部で17棟ご用意しております。そうなんですね。こちらって何になるんですか。これはですね、バーベキューの炉になります。こちらでバーベキューできるんですか。はい、各棟についておりますので、泊まっていただくお客様が夕食に、プライベートでバーベキューができるようになってますね。はい、はい、ぜひ中も見てみたいんですけど。どうぞどうぞお願いできますか。はい、どうぞこちらどうぞお願いします。入ったらすぐキッチンなんですね。そうですね、こちらキッチンになっております。もう冷蔵庫も炊飯器も、はい、しっかりついてるんですね。そうですね、他にあとこういう IH のコンロだとか、はい、あとこちらの方にも包丁まな板すべて揃っておりますので、はい、もう食材だけでいいんですか。はい、もうそれだけご用意いただければここで大体の料理はできるんじゃないかなと思いますね。こっちは洗面台とあとおトイレも、はい、お手洗いとあとお風呂が完備しております。
そしてこちらでご飯を食べてもいいですし、そこ揚げ放ってバーベキューをしながらでもいいですね。そうですね、はい、もうご自由にお使いいただければ結構だと思います。そして2階には何があるんですか？はい、寝室になっております。よかったらどうですか？あ、見たいです。はい、どうぞどうぞ。はい、あ、2階はこうなってるんですね。三角形の屋根とかすごいワクワクしますね。そうですね、はい。そしてここにお布団敷いて寝れるんですよね。はい、ここは4人使用になってますので、和室の6畳に4人で寝ていただくことになります。8人用だと何か違うんですか？はい、8人用の方はベッドが4つ、はい、それとあと6畳の4人用の和室というふうになっております。じゃあベッドかお布団かちょっとお話し合いで決める感じですね。そうですね。やっぱりここ景色がいいので、夜は星が見えますし、朝もやっぱ綺麗なんですかね。綺麗ですよ、はい。漁に出てる船なんかも見えますし。いいですね、はい。こちらがバーベキューハウスですか？はい、そうです。広いですね。そうですね、大きい建物ですね。奥にもあって、はい、全部で20席。20席、はい、20席で6人と8人ぐらいかけれますよね。そうですね、やはり6人ぐらい座っていただいた方が楽しくできるんではないかなと思いますね。コテージでお泊まりのお客様も、やはりグループで来られた方はコテージについているバーベキューのそういう炉よりも、こういうみんなで楽しく使えるところはないのっていう要望がありますので、はい、そういう時にはお使いいただけるんじゃないかと思いますね。しかもちゃんと屋根があるので、雨が降っても雪が降ってもバーベキューが楽しめるんですね。はい、その通りです。はい、一番心配なのは天気ですよね。バーベキューするときに、その心配はここはないですから、はい、もうそのつもりで来ていただいて結構かと思います。バーベキューは安心して楽しめますね。はい、ごゆっくり使えると思いますよ。今回はご案内ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな施設を見て回ってなんだかすごくワクワクしました。よかったです。これからこの施設を利用したいときに予約などはどのように行ったらよいでしょうか？はい、そうですね、電話でこのキャンプ場へお申し付けいただいても結構ですし、またうちのホームページからでも入ってこれますので、そちらご利用ください。そしてやっぱりキャンプはこれからがシーズンですよね。はい、そうですね、先ほどから申し上げておりますように、景色のいいところでキャンプというのもいいんですが、また来ていただいた方にこの福井市の越野地区、まだまだ魅力がたくさんあります。定置網の漁船に乗ったりだとか、そういうアクティビティあふれる体験もできますし、またいろいろな見どころがありますので、そういうものをここで発信しながら役立っていけたらなと考えております。福井市の自然と観光をぜひ楽しんでいただきたいですね。そうですね。今回の生き生き情報福井は、4月1日にリニューアルオープンを迎えたガラガラ山越前水仙の里キャンプ場についてお伝えしました。これからの季節、家族やまたはお友達とバーベキューやキャンプを楽しんでみてはいかがでしょうか。